さ、完封をして以来。打った、だがた、点を取られていないという話をしようと思ったんですが、ものすごい、ものすごい当たり、ボールがグラウンドまで帰ってきました。間違いなく名古屋ドーム史上最大の当たりとなりました。どこに行きました今。いやね、どうですか、認定ホームランですかね。天井に当たったんじゃないですかね。認定ホームランかもしれませんね、ちょっと私どもの、 あの放送席から上が見にくくなってますので。どこに当たったんでしょう、スタンドには行ってないような気がするんですけども、認定ホームランかもしれませんね。そうですね、はい、ものすごい当たりでした。かなりの飛距離ってことですよね、角度という。初球ヒット、そしてその後の1球ご覧いただきましょう。インパクトの瞬間の表をご覧いただきましたが、あのすごい角度で上がってますからね、はい、そうなんですよね、どこまで飛んでいくんだというね、はい、規格外の当たりになりました。気がついたら外野と内野の間にね、打球が落ちてるんですよ、はい、そうです。あ、これでお分かりいただけますかね、どうですか、ボールが、いやちょっと分かりにくいかな、当たってますね、当たってますね、天井ですね、天井に当たったやつが、はい、名古屋ドーム初の認定ホームランです。結局勝ち投手はナイスリリーフの斉藤ということになりまして、2勝0敗負けが梅津になりました。今シーズン1敗、2勝1敗ということになりました。お客様カー完封をして以来。打った、だがらた、点を取られていないという話をしようと思ったんですが、ものすごい、ものすごい当たり、ボールがグラウンドまで帰ってきました。間違いなく名古屋ドーム史上最大の当たりとなりました。どこに行きました今。いやね、どうですか、認定ホームランですかね。天井に当たったんじゃないですかね。認定ホームランかもしれませんね、ちょっと私どもの、 あの放送席から上が見にくくなってますので。どこに当たったんでしょう、スタンドには行ってないような気がするんですけども、認定ホームランかもしれませんね。そうですね、はい、ものすごい当たりでした。かなりの飛距離ってことですよね、角度という。初球ヒット、そしてその後の1球ご覧いただきましょう。インパクトの瞬間の表をご覧いただきましたが、あのすごい角度で上がってますからね、はい、そうなんですよ ね、どこまで飛んでいくんだというね、はい、規格外の当たりになりました。気がついたら外野と内野の間にね、打球が落ちてるんですよ、はい、そうです。あ、これでお分かりいただけますかね、どうですか、ボールが、いやちょっと分かりにくいかな、当たってますね、当たってますね、天井ですね、天井に当たったやつが、はい、名古屋ドーム初の認定ホームランです。結局勝ち投手はナイスリリーフの斉藤ということになりまして、2勝0敗負けが、梅津になりました。今シーズン1敗、2勝1敗ということになりました。お客様